はい、こんにちは。税理士川南の YouTube へようこそ。オンライン上に税理士を雇うということで、オンラインサロンを運営している自営業専門の税理士川南です。本日の動画もよろしくお願いします。本日の動画はこちら、確定申告時期がもうすぐ来ますということで、入門編、基礎からわかる確定申告のやり方について動画で紹介したいと思います。本日の目次です。確定申告の基礎、申告に必要な書類って何がいるの？どの申告用紙を使うのか？そして提出方法は3つです。そして納税や還付の手続き方法について、確定申告の基礎を順番に説明していきたいと思います。今からね、確定申告シーズンに入っていきますので、基礎の方からコツコツ見上げていくと定申告に間に合うかと思いますので、自営業の方参考にしていただけると幸いです。はい、それでは基礎からわかる確定申告のやり方について解説していきます。やっぱりね、確定申告って皆さんなんで嫌かっていうと、まあ、めんどくさいっていうのと、やり方がよくわからない。確定申告の基礎編、本当に基礎の基礎からやっていきたいと思います。本日の目次はこちらです。はい、確定申告の基礎ということで、まず期日ですね。今年は、令和3年の2月の16日の火曜日から3月15日の月曜日まで提出の方をお願いします。もしかしたらね、またね、今年もね、コロナの方で延長になるっていう可能性もないことはないんですけど、基本的に、2月の16日から3月15日が締め切りになってますので、必ず期限内に提出するようにしてください。そして還付申告の方なんですけど、還付申告の方は1月の1日からでももう提出 OK です。もう受け付けてくれますので、税金が還付戻ってくるよっていう方は1月の1日から提出することができます。そして還付についてなんですけど、これは5年間は還付申告を遡ってすることができます。ですので、例えば5年間というと、平成28年度から令和2年度分までは5年間還付申告の場合は遡って申告すれば税金が戻ってきますので、もしね、過去のものでね、申告してないものとか申告漏れている、本当は還付されたのになっていう場合の方は、遡ってできますので、申告を諦めないでしておいてください。じゃあ、そもそも確定申告が必要な人ってどんな人なのかっていうのをざっと紹介します。ここに挙げているのが全てじゃないんですけど、確定申告が必要になるっていう方が多いなっていうものを紹介していきます。まず住宅ローン1年目ですね。住宅ローン1年目は会社で年末調整しませんよっていう方は、自分で確定申告をする必要があります。また医療費控除やふるさと納税を今年した方についても確定申告が必要となります。今年会社を辞めた方です。今年年内でね、会社を辞めた場合は、前のね、会社のところで年末調整してくれればいいんですけど、年末調整できなかった場合は確定申告してみてください。あと、給与が2箇所以上ある方ですね。2箇所以上給与をもらっている方は、1箇所でしか年末調整をしてくれていないので、もう1つのね、稼ぎの方を申告しないといけないので、給与が2箇所以上ある方も確定申告が必要となります。あと、こちらですね。ちょっと羨ましい話なんですけど、給与が2000万以上ある方も会社の方で年末調整できないので、確定申告をしてくださいのっていうことで、そういう方は確定申告が必要になります。あと、副業や事業所得がある方ですね。フリーランスされてるとか、副業されてる、あと事業所得がある方ですね。自分のビジネスを持ってる方はもちろん確定申告が必要となります。あと、不動産収入がある方も確定申告が必要となります。その他としては、株や不動産を売却した場合も確定申告が必要となるケースが多いですので、これらの方は基本的に確定申告が必要だなというふうに思ってください。はい、そして申告に必要な書類ですけど、まず一つ目、これは会社がもらう源泉徴収票ですね。あと、フリーランスと自営業の方でも、外でね、なんかお仕事をされた場合は、源泉徴収票が届くと思います。そういう場合は、源泉徴収票必要になりますので、準備をしておいてください。あと、保険料控除の証明書の方も必要になってきます。これは年金であったり、国民健康保険であったり、保険料を支払った証明書というのが、それぞれのところから届きますので、捨てないで取っておいてください。あと、医療費控除ですね。こちらはレシート、領収書、取っとかないと保管義務がありますので、医療費に関わるものはすべて取っておいて準備しておく。1年ね、トータルの合計額を取っておくとスムーズにいくかと思います。あと、寄付金控除です。これはふるさと納税したとかね、赤十字に寄付したよっていう方は、寄付金控除の証明書が届いてきてるはずですので、そちらの方、漏れなく準備しておいてください。あと、住宅ローン控除ね、1年目の方はね、それに関わる書類を、建築会社とかね、その建てたね、会社の方からね、用意してくれる場合が最近は多いようです。住宅ローン関係の控除証明書、あとは銀行のね、残高証明書、借り入れ金額の残高証明書と届くと思いますので、捨てないで住宅ローンの控除に関わるものは一括してまとめておいていくと、スムーズに確定申告はいくかと思います。あと、こちらですね、自営業の方で小規模共済をかけてるとか、何かイデコをかけてるとかの場合は、控除証明書、こちらも同じく控除証明書が届きますので、届いたものは捨てないで、書類の方は準備の方お願いします。で、必要書類は基本的に e-tax で出す以外、添付して提出します。
ちらの今挙げたようなものを、このような添付書類台紙というものがありまして、こっちに貼ってください。で、原本をこのまま貼って出してしまうと、自分の方に手元にコピー、控えがなくなりますので、控えが必要だなとか、来年出すときに去年どういう書類を出したんだっけって思い出したい方は、コピーを取ることをお勧めしています。で、e-tax で確定申告を作って送信すると、この添付書類の提出を省略できる書類が結構多いです。特に今年は e-tax で出すことで65万円、青色の65万円控除、マックスをもらえますので、確定申告は e-tax で今年はする方が圧倒的にお得かと思います。もしね、今まで通り郵便や、税務署に持ってくって方法だと、65万円の控除額が55万円、10万円ダウンしますので、そちらの方お気をつけください。そこで次ですね。そもそもどの申告用紙を使うのっていう疑問がある方もいると思うんです。これ皆さんね、たまに税務署に、確定申告の用紙必要とか取りに行ったって言って持ってきましたって言ったら、たまに間違えてる方がいるんですよね。申告書には、種類の方がありまして、確定申告書 A、B、分離課税用っていうものがあります。どういう方がどういう書類を使うかっていうのを次説明したいと思います。申告書 A については、こちらは会社員や年金の方が申告書 A を使って確定申告をします。だから会社員の方が医療費控除だけしたいよとか、会社員の方がふるさと納税したから確定申告したいよっていう場合は、この確定申告書 A っていうものを使います。どういったものかと言いますと、こういうふうな書類なんですけど、ここに確定申告書 A って書いてあるんですね。で、ここが、パッと見すごく色も一緒ですし似てるんですよ。ここ A って書いてあるものと B って書いてあるものがあるんですね。皆さん忙しい中ね、一生懸命税務署取りに行くと思うんですよ。ですので、違いのないよう、一回で済むように、ここよく見てください。じゃあ、申告書 B はどういう方が使うかっていうと、個人事業をされていること。自営業の方ですね。不動産収入がある方です。マンションを持ってるよとか、家を貸してるとかで、不動産収入がある方は申告書 B を使います。でね、迷った方は本当、両方持ってこればいいと思います。あとは両方もらっておくと安心です。不動産や株を売却された方は、分離課税用というものがあります。この分離課税用がどういうものかというと、こちらですね。申告書に分離課税用って書いてあります。これを持ってきてください。これと、先ほど言ったこの確定申告書。この分離課税用だけで出すわけじゃなくて、上のどちらかをつけて両方出しますので、そこはご注意ください。じゃあ次にね、この用紙一体どこにあるのかっていうことです。税務署に置いてあります。今の時期からね、どんどんとね、確定申告用の用紙、税務署の方の受付に確定申告関連の用紙っていうのをバッと並べてってくれますので、そちらの方を税務署に行って取りに行くっていうのも一つの方法です。郵送でも送ってもらえますので、電話して、郵送よりはね、多分直接取りに行った方が早いんですけど、郵送で取り寄せることもできます。手間がかからなくていいのはこのダウンロードというものです。これは国税庁のホームページからこの各書類の大元が落ちてますので、そちらからダウンロードして印刷するのが一番手っ取り早いかもしれません。開業届を出した方であれば自動的に、確定申告書の用紙が届くようになってます。去年 e-tax で出したって方はもう自然的に今年も e-tax でしますよねっていうことで用紙の方は届かないので、おはがき確定申告の時期がやってまいりましたので忘れずお願いしますみたいな感じのおはがきお知らせしか来ません。申告の用紙が届かないので、なんか確定申告しなくていいですよねっていう方いるんですけど、確定申告が届かないのではなくて、おそらく去年 e-tax で何かした場合は用紙が届かなくなりますので、その場合は税務署に取りに行くか郵送してもらうかダウンロードになるかと思います。次に提出方法です。提出方法は3つあります。1つ目が税務署に持参します。これは受付で窓口が開いている時間で、もしくは時間外の投函の場合は時間外の投函ボックス、でかい郵便ポストみたいなのがあるんです。そちらの方に投函しておけば受け付けてくれて、次の日に多分職員の方が開けて中身を取って受付員を押していく、こちらの時間外投函に入れるっていうのも1つの方法です。そして2つ目が郵送する方法です。申告書できました、印刷したんだり手で書きましたっていうのを税務署に郵送する。郵便局とか持っていくと日付印をしてくれると思うんですよ。何月何日に出しましたよって日付印が有効になります。だから3月の15日郵便局に出してこの日付印を押してもらえればセーフです。あまりギリギリは良くないですけど大丈夫です。普通郵便で出すよりは出したという証拠が残るように、なるべく簡易書き留めなど跡が残るもので出すことをお勧めします。出した出してないのトラブルになるのを回避することができます。そして e-tax の場合、確定申告を e-tax で送る場合は、スマホから今はできますし、あとパソコンから送ることもできます。3つ目の方法になります。提出方法3つ言いましたよね。
その後に間違いに気がつくことってあるじゃないですか。これ入れるの忘れてたとか、あ、なんかレシートいっぱいまたなんか出てきちゃったっていう時あると思うんですけど、期日の前でしたらセーフになります。もしね、間違えて出してしまった場合でも、この3月15日までの間だったら新しく出した確定申告書が有効、まあ、上書きされる、有効です。これは e-tax もそうですし、郵便で送った場合も一緒です。問題はこの期限を超えてから間違いに気づいた場合です。その前はまた手続きが変わってきますのでご注意ください。期限を超えてしまって間違いに気づいて出す場合は公正の請求、もしくは修正申告ということになります。3月15日まで余裕を持って確定申告を出して、もし間違いに気づいたとしても再度出せるような余裕を持っておくということはとても大事かと思います。確定申告用紙を出しました。納税案還付の手続きってどうすればいいんですか、説明していきますね。還付の場合は口座を記入します。ここに還付をされる受け取り場所っていうふうに書く欄があるんですね。ここに自分が振り込んでほしい口座、まあ、ゆうちょでも銀行でもいいんですけどを書いていただいて出すと、こちらに自動的に振り込みされる。還付の場合はそんなに気にしなくていいです。ここだけ書くのを忘れないようにだけしてください。納付の場合です。まあ、納付っていうのは要は確定申告書作ったら税金が出ましたと払わなきゃいけない場合です。申告書出したからといってで、この金額払ってくださいねって税務署の方とか国からお知らせが来るわけではありません。自分で納付をしなければいけません。金の場合は納付書を書きます。で、3月15日までにその納付書を持って税務署に行って払ってもいいですし、金融機関に行ってもらって必ず3月15日までに払い込んでください。これね、3月15日超えてしまうと税金のね、延滞税とか利息税がかかってくる場合ありますので、必ず申告書出したって安心せずに、で、税金を納めて終わりです。そこまででやっと終わりです。あとね、現金で払わず口座振り替えしてるって方いると思うんですよ。自動的にね、自分の自営業の口座から税金が引かれていくっていうことですね。こちらね、もうね、手続きされてる方はいいんですけど、今年初めて納付すると口座振り替えにしたいなっていう方は、税務署にこの口座振り替えにしたいですっていう依頼書を提出する必要があります。こちらも3月15日までにこの依頼書を出せば間に合います。と、口座振り替えにするとね、3月15日に引き落としされるんじゃなくて、この口座振り替え日っていうのが決まってるので、少し延長されるんですね。なので、ちょっと資金繰りが楽になるっていうケースもあるのと、現金で税金払うとうってなるじゃないですか、タッカみたいなのあるので、やっぱ口座振り替えから自動的に引かれてる方が精神的負担はダメージというかね、は少ないかなと思います。そして最近結構これやっぱ出てきたんですけど、クレジットカードで税金を払いたいという方ですね。確定申告の要所の e-tax のところ行くと、このクレジットカードで払うっていう項目ありますので、そこに進んでいっていただけると、クレジットカードでの支払いも OK です。その代わり、手数料がかかります、ね。手数料がこのように、クレジットカードで払う場合は、このような手数料がかかります。支払いの金額によって手数料が上がっていくってことになります。ついでですけど、この QR コードでコンビニで納付することも今はできます。で、納付書がどういうものかっていうと、用紙を確定申告の用紙の中に一緒に郵送されてきては入ってます。もし手元にないって方はこちらの方、税務署の方に取りに行ってください。この本結構カラーで載っていて分かりやすいので、私いつも確定申告の時期いつも買うんですけど、確定申告の書き方っていう本が、今の時期からどんどん出てきます。こういうものを使って、確定申告するのもいいかと思います。今はね、このクレジットカードがなんで人気かと言いますと、ポイントが貯まるってことですね。まあ、せっかく税金払うなら、ついでにポイントも貯めようよっていうことで、ポイント貯めてるよって方はこちらの方でする方が増えてきております。確定申告ってやっぱみんなね、わからないしね、めんどくさいからやりたくないと思うんですよね。税務署のためとかね、出すためだけにやってると思って、あなたの準備ビジネスが今うまくいってるのか、うまくいってないのか、もういくら儲かってるのか把握するのは、この数字だけ、客観的に見えるのは数字だけになります。だからね、わからない、めんどくさいって方がね、一人でも減るといいなということで、こういう動画をコツコツと撮っておりますので、ね、うまく使ってください。私ね、オンラインサロンの方を運営してまして、税理士をね、顧問料に比べた圧倒的安い値段で味方につけるということで、完全回線の月額制でオンラインサロンの方を運営しております。気になる方はぜひね、 URL 概要欄に貼っておきますので、そちらの方をクリックして詳細ご確認ください。そして、はい、チャンネル登録の方もお待ちしております。あと高評価ボタンのグッドボタンもお待ちしております。感想やコメントくださる方、いつもありがとうございます。それでは本日の動画も以上になります。税理士川南でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。またの動画で。